キングダム単行本スピード速いね。キングダムの作者井上雄彦の弟子らしいぞ。なんか、最初さ、一巻出した時にあんまり売れなくて、で、アドバイス求めに行ったんだよな。で、黒目大きくしろって言って、黒目大きく、だから2巻ぐらいから、キングダムの、真の目の黒目大きくなってんだよ。そう、目の描き方のアドバイスもらっただけで、バーって言ったんだよね。要は、なんていうの、可愛くなるじゃん。目を大きくすると。黒いカラコンみたいな感じで。書き直した一巻出てるの？ええー、何それ？そんなのあるの？このキングダムマニアの俺が知らないことが起きてるんだ。え、見たい。一巻の初期の表紙と今の一巻の表紙違う。え、マジで？ちょっと URL 貼ってよ。見比べたい。確かにちょっとさ、なんか、猿っぽいっていうか言い方悪いと、なんて言うんだろうな。イエローモンキーなんだよな、シンが。アメトーク出てたんだ。へえ、見たい。確かに今もう、うまし。ただ中国人なんだから別に良くねえかってほんと思っちゃうわ。筋肉マンも表紙書き直してる。キングダム序盤オリジナルだからな。だからもうさ、盲点、もうさ、史実だから別に語ってもいいよな。盲点ってさ、その始皇帝から依頼されて何やった人が知ってる？盲点。安心して見れるから、ネタバレさせてくれ。盲点。あれあれなんだよ。万里の長城を作った人なんだよな。ってことは、あいつは知らないっていう安心感があるだろ、盲点。最新刊の盲点のかっこよさ異常じゃない？万里の長城を作った人なんだよね、盲点。始皇帝から依頼されて。マジだぞ、天。あいつ強すぎだよね。盲点かっこいい。盲点はほくろが気に食わない。ほくろなんてあったっけ？知らんが。歓喜が負けて逃げて殺されるとか信じたくない。歓喜の、まあ、真実だとあれだぜ。真裏切って蝶かなんかに行って、家族人質に取られて、これで勘弁してくださいって自分の首差し出して、家族許してもらうっていう。自殺だからな、歓喜に至っては。だその辺をどう真実と異なる展開で面白おかしくまとめるかみたいな。でもその通りになると思うんだけどな、結局は。だからちょっとさ、そういうさ、風呂敷広げてるじゃん。冷血で、過去を明かせないみたいな。だから一族がいて、みたいなことでしょ。結局、チブなわけだ、歓喜の、そこが。そこを、真の始皇帝がついて殺す、みたいな。っていう展開俺は妄想してる。肉の味って本当にやってたのやってねえだろ、知らねえけど。わかんねえ。そういえばこの間、郷土の女戦士の墓見つかったらしい。へぇー。自殺じゃなくて、対朝鮮の敗北で殺される。いや、多分ね、歓喜はあれだよ。裏切って、自分の首差し出して、許してもらう。多分俺、手塚治虫の漫画は全部見てるはず。お前自分がネタバレ見てもらっちゃうと巻き出すんじゃねえ。史実だからしょうがねえだろ。そこをなんかどう変えてくるんだってところをお前あれしろよ。目を凝らせ。目を。あの漫画ラスボスってやっぱ裏切った翔平くんなのかな、わかんない。見ようぜ。見ようぜ、見ようぜ。銀河なんて中国ではどういう評価なの？バカにされてんじゃねえ。何ジャパニーズが中華の歴史を語ってるあるよみたいな。今では間違った知識も置いてくれば、つんだ、もう何年前、30年前ぐらいでしょ。先生に医者はには誰にでもなれるが漫画家はお前にしかなれないって言ってたらいい。なんだそれ。え、翔平君裏切んのかよ。マジかよ。ネタバレしねえ。ゴミが。クズだ。クズどもが。クソネタバレ野郎が。死ねな。マジで。
ゴミがよ、ネタバレクソ野郎、金髪豚野郎みたいにも俺憎悪の念を抱いたわ。王毅死ぬってネタバレされてから読み進めてない。お、じゃあ俺がちゃんと説明してやる。王毅の死に方はな、あれをちゃんと説明してやるから今度。ここ、こんなに追い込まれたのは何十年ぶりですかね。その時王毅は久々に冷や汗をかいたと書いたのであった。たら。いいですか皆さん。10人殺すまで死ぬことは許しませんよ。つって。モーブが来るんだよ。西の方に。ピキーンつって。うがーって。モーブが暴れるんだよ。あの時のモーブ、あのさ、そんでさ、王毅が死ぬ時のさ、あの、堂々たるモーブの立ち振る舞いしてが、許せ、王毅。俺のせいでお前が死ぬ、みたいな。自分のせいで大将が死ぬにもかかわらず、あの、堂々、威風堂々としたの、王毅の、あの立ち、姿、形、立ち振る舞いな。俺に何か言葉はあるか。特にありません、みたいな感じで、いなされてた。あれいいなぁ。いや、見て、16巻ぐらいから。見て。見たい見たい。あの時モブがあんな強いと思わなかった。モブキャラだったからね。ほとんど。ほぼ。16巻、17巻ぐらい面白いよなぁ。俺にキングダム朗読させたら、ほんと、神よ。萌え声とかやってんだろ。立体音響、俺もなんか立体音響であの超党のところやりたいわ。超党のところ29巻ぐらい、韓国間の戦い、西側、あ、東側の韓国間の戦い、俺が立体音響でな、米火更新なんだよ。口うるせえクズがいるな。バナンジが死ぬときにモノマネしてな。バナンジ死ぬんだ、やっぱ。結構近未来死ぬんだろうなって思ってたけど。俺が好きになったキャラすぐ死ぬんだよな。うわぁ、めっちゃいいじじい出てきたーと思ってさ、超党絶対応援していこうと思ったら、もう次の巻で死んでたからな。ただ死に様が良かったわ。大将がー背を向けるんじゃないってところ。俺の中であれ、斧じゃなくてチョップだったからね。あれ、おそらく手だよな。あれ、斧じゃなかったから、チョップだ、チョップで頭を割ってたからね、あの、毒使いの。手刀で。あの時の、そう、天内優の時の裕次郎見てみよう。あのシーン見てほしいわ、まだ見てない人。マジで見てほしい。あのシーンの蝶とマジクソかっけえからな。歓喜に期待するも裏切られ続ける蝶と。歓喜、お前は将軍、大将軍になる気はあるのか。うるせえクソじじいつって帰ってくるんだな。前夜。決戦前夜の蝶とのあの、歓喜に振られる様。ああいうじじいになりたいわ。俺も死ぬときそれで蝶とみたいに死のう。毒で死のう。毒じゃなかろうがーつって。はじめ社長あたりを首刀で殺して死ぬ。なーにを晒してくれたんじゃ、それ標高じゃねえの。だから俺が好きになるキャラ大体そういう口ぶりなんだよ。口調が。なにを、なんてことじゃーみたいな。あいつも好きだし。ノリワロシの人。うわー、でも名前出てこない。ノリワロシ。連覇連覇連覇。それ好きなんだよ。ああいうジジイ。いつもひょうこうとちょうだから見てくれよ。腹安しさの俺、スパイだと思われそうだ。ここまでキングダム押してたら。梅毒になったんだけどどうすればいい。じゃあ、移された女に毒はなかろうがお前、いいなお前、梅毒になってお前、キングダムごっこできんじゃんよ。女殺してこいよ。斧持ってって。生まれた時から戦場に生まれ落ち。一生懸命やってきた。
毒がなかろうじゃーっつって殺してこい。クソ羨ましいわ、青春時代をお前戦に費やしてきたお前がまさか梅毒で死ぬことになるとはな。顔になんかあれしてほしいわ、ちょうどなんかリンパに転移してほしい、お前の梅毒がお前の梅毒がリンパに転移して、あの首筋あたりにビキビキなってほしい。写真送って、そしたら写真です、超党ごっこのやつ送って、お前今送ってこい、俺に目線隠してお前の全身に転移した梅毒を武器に、そういう YouTuber になれ。今こそお前は俺の大好きな超党に感情を移入できるんじゃないのか。最近梅毒流行ってるらしいね、性病。キングダム系 YouTuber いいな。俺ももし梅毒になったら絶対やるべ。てか鼻水止まんねえわ。飲み物買ってきていい、ちょっと6時か。皆さんおはようございます。